もしもし。こんばんは。お疲れ様。まあね、お仕事順調だし。で、まあまあ、1月はまあ、その給料日の時に、そのね、まあ、20日だけど、まあ、ボーナスがあるから、あれなんだけど、その、でもちょっとまあ、ここからちょっとずつその節約していかないと、あれだから、ちょっとこう、節約しながら、でもまあ、できる、まあ、楽しむことはまあ、120%楽しんで、やってるかな、ってところえ、楽しみながら頑張ってる？で。だから、キャラでもちょっとまあ、その、前みたいな感じではまあ、できないかもしれないけど、ちょっとこう、1週間に1回とか、に、まあ、しないとまあ、まあ、節約の意味もあって。でもまあ、1週間に1回できるようになんとかしようかなってところで。1週間に1回とかでも、誰かのところチャレンジしに来て。だからまあね、1週間に1回まあ、でも、メロコとかにいるっていうか。だいたいまあ、前から1週間ぶりぐらいかな。ねえ、まあ、ねえ、まあ、今とりあえずその YouTube もその、今一番楽しくやれてるのがやっぱ歌の活動でっていうか。まあね、こう、チャンネル開設した時から、当初からやってるから、自分にとってやっぱり歌ってのが一番大事な、まあ、活動であってみたいな。まあね、まあ、そうね。なんかまあ、イメージとしては、なんかこう、セルフプロデュースのアイドル活動みたいなんで、まあ、だからね、アイまあ、ドルとして。歌とか、それに合う演出とか、着る服とか、で、どういう、メドレーだったらどういう構成にするかとか、何曲だかとか、まあ、テーマはどうしようかとか。で、そういう歌とかをより多くの人に聴いてほしいっていうのもあって、その、歌以外のこともちょっとチャレンジしてみたりとか、まあ、旅行系の動画とか、ゲームとか、アニメとか。で、取り込んだ人、ファンもまあ、こう、歌、増えたら歌も聴いてくれる人増えるらしいみたいな。逆に、歌ずっと聴いてもらってる人には、ちょっと新しい味をじゃないけど、こう、新しい魅力をっていうので、まあ、そういう旅行とか、他の動画とかもみたいな感じ。だから、まあ、ちょっとロケに行って、ちょっと旅行してみたりとか。で、まあ、ちょっとね、自分の部屋っていうか、スタジオで開封動画やってみたりとか、あるいはゲームやってみたりとか。本当、なんかアイドル系ユーチューバーって感じだね。で、まあ、ここ、年末年始とかは、そのなんか、年末年始でやったらやっぱ音楽の特番があって、みたいな。M ステとか、カウントダウン TV とか、紅白とかで。まあ、そこに出て、なんかこう、イメージとして自分の持ち歌をまあ、メドレーで披露するみたいな感じで、イメージで、みたいなるほど、な。年なるほど。末の時は、だからまあ、2023年のなんか、をなんか象徴した感じのメドレーで、みたいな。まあ、ちょうど秋アニメ終わったぐらいのタイミングだったから、秋アニメ2曲と、その、嵐のこう、定番曲3曲で、まあ、23年を歌いを務めるみたいな。で、年始になってからは、こう、ね、ジャニーズで、まあ、5組はこう、今年、アニバーサリーイヤーだから、まあ、それぞれの、まあ、名曲っていうか、定番曲を、まあ、メドレーでやってみようとか、まあ、アーシュだったり、関ジャニだったり、ウエストだったり。まあ、トキオもそうだけど。アニバーサリー今年イ25ヤー。周年。なんだ。で、この間はね、まあ、これ休止はしてるけど、その、石川のその、現役で5人で連名でツイッターで上げてて、その、岐阜県、現役もこう、寄付してみたいな。お店とかにこの間嵐の映画、ライブの映画のやつが公開してて、それの、まあ、収益金を全部、そっちに寄付するみたいや、すごいよね、なんか。
で、こう、今年に入ってからで言ったら僕はこう、この一曲になんかフォーカスしてこう、やるっていうスタイルと、その、なんかあったらまあメドレーでなんか披露したいという、こう2つのこう新しい企画っていうのを立ち上げて、うん、なんかまあ今だったらこう、石川県の地震がやっぱりあるから、なんか勇気づけられる感じのエールソングをメロディでやってみたりとか、まあ、虹とか、まあ、福山雅治の虹とか、スキマスイッチの全力少年とか、まあ、それこそまあジャニーズ勢のね、関ジャニ TWL とか、あれも震災の時、東日本大震災の時に出たやつで、だからまあマイクロフォンから君に向かって歌ってるんだぜみたいな、まあ、ゆずのね、北川悠仁なんか作ってる。なるほど、うん。で、まあ、8日はまあ成人の日だったから、で、妹がちょうど成人式で、で、2003年か4年のその生まれの人がまあ対象で、2003年4月2日から2004年4月1日までの。でか、その間、に出た曲をまあメドレーでやってみるみたいな。2003と2004の曲、生まれた年の。と、なんか、まあ、だから、2003はまあ、うん。まあ、それこそまあ、福山さんの虹があったりとか、その。で、この、2004でって言ったら、ね、あの人と世のその花水木があったりとか。で、それの10年後、10歳になった年になる年の13年と14年の曲をやってみたり、13で言ったら AKB の恋するフォーチュンクッキーがあったりとか、2014で言ったらもうちょっとまあソチオリンピックがあって、冬のタイミングでもあるから、嵐が歌って、それのね、ロードトゥーグローリーっていうまあテーマの曲でもいいかなと思ってとか、ちょっとエールソングにもなるし、で、まあ、で、まあ、今年、まあ、今年っていうか2023年の最新曲、覚えててほやほや2曲やってみようかな、みたいな。ちょうど、かなぶんが今、なんか活動休止になってて、でもなんかこう、ね、その、グラデーションっていう、まあ曲があって、こう、まあ、なんかまあそのね、まあ、成人になって、まあそのね、グラデーションっていうか、カラフルなまあ人生になりますようにってみたいな意味合いも込めて、それで歌ってみたりとか。で、まあ2000、自分で言ったらその、経験済み、なんか君とその、経験ゼロな俺がまあ付き合わせる話っていうアニメが、こう、アッケーアニメにあって、それがめちゃめちゃ、まあ面白かったから、こう。で、最近ね、よく、ここ最近一番聴いてる曲でもあったか、それをこう、まあ歌ってみたりとか。それからまあ、まあ、それぞれのなんかこう、生まれた年の曲、10歳になった年の曲、で、こう、まあ今の曲、みたいな。をメロディで6曲やってみるとか。なるほど、なるほど。で、こう、それはまあメロディでね、まあ、ザ・メドレーという企画で、こう、まあ、毎週日曜日とか、なんかあるときにやろうかなと思って、で、毎週なんかテーマ決めてやろうかな。今度、まあ今だったら、まあその地震とか、こう、成人の日があったか、それ、そのメドレーで2回やって。で、もう一曲は、その、もう一つの企画は、まあ、ワンソングっていう企画で、こう、なんかまあ、一曲、にフォーカス当てて、ね、だから、まずまあ曲のなんか説明みたいなところからやって、こう、なんかちょっとこの曲歌ってみようみたいな。で、まあ、一発目はまあ7日にあげたけど、こう、去年の2013年の冬アニメの曲で、こう、うん、シークレットコードって、まあ、鈴木好美さんっていう声優さんもやってる人がやってる曲で、こう、まあ、普段音楽は LINE ミュージックで聴いてるんだけど、こう、LINE ミュージックって毎年こう、
12月の前半とかになったら、あなたはまあこう2023年でその年でこうどの曲を一番聴いたっていうのがこう集計で届くようになってて、で去年聴いた曲が一番この曲だったから、でじゃあまあ新年のこう新しい年としての新しい企画の一発目この曲で始めてみようかなっていうね、やってみたい。ネバーアンドフェスはちょっとやってないけど、ちょっと新しい企画を2つ立ち上げて、うんうん、やってみようみたいな。なるほどね。で、まあ、3月ぐらいになったら、まあ、ライブアンドフェスも、まあ、またやってみようかな、みたいな。思ってみて。うんうんうん、まあ、歌も楽しみながらやってみる。やってみて。なるほどね。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。